さあ、大倉くんと高橋くんが始まりました。はい、こんばんは。こんばんは。いやー、大倉さんの、はい、熱い話がちょっと本番前にたくさん聞けて。ちょっとね、長く話しちゃいましたけど、興奮冷めやらぬ状態で。そうですよね。いらっしゃってまだマフラーもコートも何も取らないままずっとお話をされてましたね。暑いなって今気づきました。話しても大丈夫なの？いやいや、もちろんです。ライブを見に行っていらっしゃったということで。はい。もう矢沢さんのライブに行かせていただきまして。矢沢永吉さんのライブ。矢沢永吉さん。もうレジェンド、ロックスター、ロックスター、もうかっこよくないですか？もう痺れましたね。なんかもうすごい痺れたって話が今30分弱痺れました11時過ぎに大倉さん今スタジオいらっしゃって、はい、ね、我々はずっと、我々っていうのは石川さんと僕が、はい、その話をずっと聞いていましたけど、僕ライブに行って、わけも分からず、はい、涙が溢れてくるっていうことって、おまああったりするんですけど、はい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 、でもそれってやっぱり何か、その方のアーティストの方のストーリーを知ってたりとか、なんかこういうことが あったよねっていうところに何かその演出も含め感動したりっていうことあるんですけど、はい、まあでも言ったら、矢沢さんのストーリー性で言うと、そういうことで言うと、いただきにいる人じゃないですか。いろんなストーリーがあって。成り上がりって言ってね、もう叩いてるぐらいですから。ただでも、うん、やっぱ、僕の親父の年代だから、はい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 、やっぱり、世代的にはドンピシャではないこと、ドンピシャじゃないんですよね。はね、はい、僕がまあ、物心ついた時には、もう、CM にすごく出てらっしゃる方とか、うん、はいはい、もう、その時からもずっとレジェンドですから、でも、なんかやっぱり、触れる機会がなかった、はい、こともありつつ、はい、で、まあ、関ジャムに出てくださって、で、そこから、その、ね、新しいアルバム出されるってことで、僕のドキュメント見させていただいたりとか、はい、まあ、嵐の番組に出てるやつ見させていただいたりとか、はい、っていう中で、なんだこのかっこいい大人はと思って。まあ、要は、情報量で言うと、うん、そのドンピシャの世代の人たちよりはもしかしたら少ないかもしれないけれども。めちゃめちゃ少ないですけど。なのに、もう、泣くぐらいの感動。はい。もう始まって、はい、矢沢さん登場しました、そこぐらいから、はい、もう鳥肌止まらなくて、で自分なんかライブの演出やらせてもらったりとか、そうですよね、いろいろね、やらさせていただくんですけど、はい、こんなにも演出がいらない人いない、はい、もういないんじゃないかと、もうご本人が演出になっているということ、ご本人が立ってればもう大丈夫です。あ、もう僕はもう表情から何から一つ一つ、はい、もう何一つ見逃せなかったですね。取りこぼすことなく、もうずっとロックスターを、はい、じっと見ちゃっ、席的には、はい、もうご本人、生のご本人が見れる感じなんですか、それともなんかそういうかビジョンとかもあるじゃないですか。生のご本人も見れるんですけど、でもとはいえそのアリーナ最前とかでもないですから、スタンドのまあ2、3列目とか撮っていただいて、それでもやっぱステージの近いところで見させていただいたんですけど、あ、じゃあステージも見れるし、そう、その直接細かい人はビジョンで見るみたいな、矢沢さんの、はいはい、シレットももちろん近くで見れますし、で細かい表情はビジョンで見て見れますし、トリックこぼすことなく一つもトリックこぼすことなく少し涙を浮かべながらも、だからメモを用意して、なんか演出とか、はい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 、なんか自分らに活かせるもんがあったらと思って、一応そこをね、もう起動してたんですけど、はい、もう、登場なさって、はい、で、されて、で、もう歌い出した瞬間に、はい、僕はもう携帯閉じました。あこれは、僕たちには、ま、できないです。積み重ねてきたものとかなんですかね。でも、いや、そうですね。もともとパワーがあるからこその、うん、やっぱね、矢沢さんっていう存在感ってのも日本にずっとあるじゃないですか。そうなんですよね。もともとそうだったのかな。でも、魅了されてる人たちはきっと、こういう今の大倉さんみたいな気持ちになって、うん、ライブ会場出られてるわけですからね、きっと。何十年も前から。いや、もう、痺れてると思いますよ。だからもうずっとね、活動なさってる間、はい、世の男性たちを痺れさせまくってここまで来てるわけじゃないですか。もう未だ変わらず、70歳で、はい、あのパフォーマンス、70歳ですもんね。70歳ですよ。僕の父と同い年です。うわ、ゆうくんのお父さんでも元気ですからね、すごく民謡歌ってますね
まあでも一応現役ですけど。いやもう、パワフルな歌声もそうだし、もう、なんだろう、こんなにもすごいのかって、なんかもうね、ちょっと音程が緩かったりとかっていうこともあるじゃないですか、ライブって。で、それがライブだったりするじゃないですか。なんか、あ、ちょっと低かったかなとか思ったりっていうのも、わ、いいな、ライブに来たなと思うけど、どこも多分外してなかったですね。最近ニュースでね、ちょっとその喉の体調がっていうのを僕拝見したんですけど、ね、もうじゃあ全然完全復活でまた、キーも外さずに、僕はもう、今、活躍なさってる、矢沢さんのライブ見たことがないアーティスト、まあ、僕ら同じアイドルしかり、もう皆さん、絶対見た方がいいと思いました。いや、そうやって本番前に今、僕にもそういう伝えてくれたので、今早急にマネージャーに言ってどうにか見に行けないっすかね聞いちゃいましたもんこれはもうね、矢沢さんですかって、びっくりされちゃった、なんでまた急にっていう感じですけどまあね、そうなりますよね、今の大倉さんの話聞いてたら。いやもうこんだけね、熱くさせていただいたのはもう本当にありがたい。いやでもありがたいですね。その大倉さんも今ツアー回られてるわけじゃないですか、で、まあ、その ある種アウトプットというか、ご自身もパフォーマンスしている最中にも、そうやって見に行くっていう姿勢がまたすごいなって僕は思いますけどね。いやでもやっぱり、アウトプットが多くなってくると、インプットしたいじゃないですか、だけどここまで純粋に本当に何も考えず、ライブというものを、もう心の底から、矢沢永吉さんに、浸水させていただいた、もうこんなことなかなかないことだから。職業柄っていうのもあるかもしれないですよね。だから結構それこそ演出の側で見たりとか、僕とかだとやっぱり音程だったり、あの同じソロとして、あ、こうするんだみたいな風に見ちゃうと 100% ライブに陶酔するというか、できない自分がいますもんね。できないんですよね、なんかね、どっか冷静になっちゃうっていうかね。そう、ここでこういう曲のつなぎ方するんだとか、なんかアレンジも気になっちゃったりするじゃないですか。します。で、まあ、あの、僕やったら照明気になったりとか、映像の撮り方とか、もう、そんなもん、何もないです。もう、矢沢さんを、とにかく、あの、取りこぼすなっていう緊張感も、スタッフさんのその緊張感も、なんか、映像を見てて感じました。ああ、なるほど。だから、演出側の人たちの。そう。スイッチングなんて、これ、どこでしたらいいんだろうって俺思いましたもん。映像を見てて、アップで映してるじゃないですか、歌ってる姿を、じゃあ引きなんかに変えられないなこれって思っちゃうんですよ。あ、もう美味しすぎて、美味しすぎて矢沢さんの顔がそう、こんなんスイッチングできないよって思っちゃった。カメラ1個でいいんじゃねえかと。カメラ1個でいい全然1個でいい。1個でいく、まあ2個かな、左右から撮れてたら。あ、左右で、僕から見た、あの、側からの矢沢さんも見たい、逆側からも見たい、もうそれだけでいいです。すごい感動してますね、大倉さんは今。そうです、今の大倉さんの話してる表情も見せてあげたいですもん、皆さんに。これラジオでね、どれぐらい伝わるんだろう。まだ感動してますもんね、今の感動最中です。今ラジオ我々の今、ま、アウトプットの時間にもなってきてるんですけど、もうその感動のままに今そうです。お話ししてくれてる感じですけど。最後あの、タオルも見れましたし。あー、あの伝説のね。あーはー、はいはいはい。圧巻でしたね。みんなでバーンって上に上げるやつですよね。はいはいはい。はー、もうすっげーなー。あんなパフォーマンスできないですよ。いや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 、僕は先週の丸山くんのパフォーマンスもすごいなと思いましたよ。まるちゃん来てくれましたね。まるちゃんね。まるちゃんが来てくれた。非常にクレイジーな放送してる。いや、クレイジーなっていうか。クレイジーでカオスな二人がね。そうなんですよね。安田さんから続き、関ジャニエイト的に言うと、大倉さん以外と二人目のゲストということでね。そうなんですよ。来ていただいて収録でお届けしましたけれども。はい。なんか、関ジャニ∞のいびつさがすごく伝わった放送。いびつさ、いや、いいよ、素敵なこと。それも、やっぱね、僕は目の前でそのお二人を前にしてね、話を聞いてるだけでもひしひしと伝わるものがいっぱいあって。やっぱ普通な人じゃないから、でも、やっぱりこうね、普通にあのテレビ見てると、すごく、やっぱり、それは普通、なかなかできる人いないからね。そうですよね。すごいことですよね。そうやって考えたら、やっぱね、まあ矢沢さんもすごいですけれども、
ものすごい人たちが集まってるわけですよね。まあまあ、あそうね、そう、矢沢さんと並べたらちょっと恐れ多い。今また感動の途中だから、ね、そう恐れ多いですけど、いずれはね、ああいうこう年の重ね方をしたいな。うーん、まるちゃんなんてどうなってんだろうと思いますよ、70になったらどうなんだ、まだ最後に飲む酒は XYZ なのかな。 XYZ なんだと思いますよこれで最後だからって言って、うん、でも弱くなっちゃったからもう XYZ みたいないっぱい寝る XYZ みたいな年を重ねてね、うん、ことになるんでしょうね、きっとね、安田さんとかもね、なんか日を追うごとに天才さが増してってる感じするじゃないですか、はい、まあ、あのそうですね、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、それでは今週もそろそろ行ってみましょう、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。こんばんは。メンバーの丸山くんがジャニーズに2回合格した話を何度聞いても笑ってしまう関連ネット倉田義ですありましたね、ありましたね、安田くんと丸山くんという2人にお会いさせてもらって、関ジャニ∞に底知れぬ恐ろしさを感じてる高橋ですよ。恐ろしさ感じてないですよ、別に。台本にちょっと書いてますけど。伊藤したしかないですよ。まあでも、あの、絡むってなると、はい、何が出てくるかわからないっていう怖さはやっぱり。ああ、楽しみでもありますしね。はい、びっくり箱みたいな。びっくり箱みたいな。で、たまに普通のもの入ってたりします。ジングルだね、あれ。大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあ大倉さん、メールが来てます、はい、東京都足立区で聞いてくれているゆうさ、25歳女性の方、ゆうさ、さっきの矢沢永吉さんの話、本当によくわかります。私は20代で全く世代ではありませんが、曲をよく聴きます、はい、CD も持ってますし、タオルも持ってます、うん、成り上がりも読みました、うん、本当に日本においてのスーパーレジェンドロックスターです。ね、すごいね。おう、俺なんか成り上がりを読んでみようかなと思いました。読んでみようかな。うん、なんか気になる。なんかそうさ、その時代は違えどさ、うん、そのやっぱり夢を見て、うん、でそのテレビとかで言ってたのは、なんかもう列車に乗って、うん、お金も持たず、はい、あの東京に出てきて、うん、で なんでか分からんけど横浜に行ったみたいな、はい、お話をされてたんですけど、うん、今やったらね、もう東京に行くのはもう普通に簡単なことじゃないですか、ね、だからその距離感的なその価値も全然違うんだなっていう、当時からしたらね、はいはいはい、だからすごくその当時の若者たちに夢を与える、うん、なんかいい本だったんだろうなっていう。ね、今日の会場の雰囲気もさっき本番前に喋られてましたけど、はい、世代的にもね、そのファンでいらっしゃる方々、まあ、僕ら世代の人ももちろんいっぱいいるんでしょうけど、はい、父親世代だと思いますね。その当時から一緒に歩いてきた方々が遊戯体育館をもう、ね、そうですね、会員にしてるわけじゃないですか。みんないかつかったですけどねみんなだからもう夢をもらって、矢沢さんにもらって希望をもらって、うんうん、こう成り上がってきたというか。いやもうだから、うん、ロックをなんかみんな心に持ちながら、うん、こう年重ねられてんだなっていう感じでしたよ、うん、いやなんかね、そういういいもの見せられると、やっぱ我々もそういう年の取り方したいって思うじゃないですか、うん、思いますね。ねえ、なんか、うん、そう思えないものもね、例えばちょっとたまにメディアとか見てると、うん、こういう風になってちゃうのかなって不安に思うような部分もあるじゃないですか、たまに大人の人たちを、うん、僕らよりも先輩の人たちを見てて、はいはいはい、うん、それがなんかやっぱりね、あの、今の、10代とかの、周りに僕はあのかっこいい大人ってもしかしたら減ってんのかもなって、うん、なんかもうこうなりたいとか、はい、もうね、矢沢さん真似してリーゼントしたいみたいな、はい、っていう人がだんだんこう減ってて、うん、だからこう夢を持ってなくなってることもあるんじゃないのかな、うん、って思うと、なんかやっぱり
面白みが出てきますよね、この仕事の。そうですよね、うん、圧倒的なスターじゃないですけど、はい、そういう人って現れづらくなってると思うんですよ。もうそうなんですよね。何でもね、なんかもう裏側も見せることがの方が今はなんかいいじゃないですか、神秘的じゃないですか、うん、なんかこういう感じの方が、ね、そうなんですよ。だから本当に存在してたんだっていう、はい、そうですよね、ようなね、ええ、だから僕らもお会いできてないですし、関ジャムには出てくださいましたけど、VTR 出演してくださったので、はいはい、だから本当に今日ねリアルにライブ見させていただいて、はいはい、矢沢さん、いや、はい、いた、いや感動が、そう思わせるってやっぱすごいですよね。すごい、ご自身のそのセルフプロデュースもあるんでしょうし、うん、まあ、あのスタッフの方々もそうなんでしょうけど、うんうん、その矢沢永吉という人間をもうなんか神格化じゃないけど、うん、ロックの神様のように、はい、何年もかけてこうやっぱこう見せてきているわけじゃないですか。そうですね、うん、だ そういうものがもしかしたら今もこれからも、うん、目指すものの一個なのかもしれないですよね、我々も。そうですね、だからこれはまあ何でしょうね、まあ、よくこう芸能界とかスターみたいなことを考えるんですけど、うん、きっとメディアが少なかったじゃないですか、昔は、うん、そうですね、でラジオとテレビしかない、いや、うん、映画もあったか、はい、だからこそこうみんなが同じこうエンタメ、うん、一つのことを見てたから、うん、銀幕スターだったり、はい、ね、それこそ、まあ、矢沢さんもそうですし、はい、のこのロックスターっていう、うん、こうこの唯一無二のレジェンドがこう生まれるあれだったんですけど、今はもうね、うん、いろいろあるじゃないですか、そうですね、その見るコンテンツもそうだし、うん、で芸能界アイドル界にとっても全部にこう多様性っていうような言葉が使われるぐらい、うん、はい、いろんな人がいるから、もうフォロワーもやっぱ散りばん、ね、散りますよね、うん、そうですよね。そうだからこの圧倒的っていうの生まれにくいかもしれないですけど、うん、でもこの中で生まれてきたらすごいですよね。すごいですよねって思いますよね。確かに、うん、なんか、まあ、形は違う、例えばこう矢沢さんのようなたたずまいみたいなところではなく、うん、例えば最近だとほらネットの中で、うん、なんか動画サイトとかでご自身が作った曲とかで、はいはいはい、実はもうアリーナレベルを埋められるぐらいなってる、はいはいはい、シンガーの方だって意外と最近多いんですよね。そうですよね、だって顔が出てないのに、そうなんですね、歌だけで売れてたりとかする人もいるし、そうだからなんか形はもしかしたら変わっていくかもしれないけど、そういうのは確かにこれからも生まれ、うん、安くはないけど生まれる可能性っていうのは確かにありますよね。ね、でも我々自身もでもそこに何ですかね、ドロップアウトせずにやっていきたいっていうのはありませんか。いや、ありますし、うん、やっぱその矢沢さんの姿を見てると、やっぱこうなんかどっか限界があるんじゃないかとかっていうことを考えちゃうけど、うん、70までできるんだっていう勇気をもらえますよね、うん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 、でできるんだっていうところだけじゃなくて、いやこんなかっこいい人、うん、いないって思えるぐらい、うん、で30代の俺がすげえパワーもらえるぐらいの発信してらっしゃるから、うん、もうこれはもうすごく勇気もね、夢も希望ももらえますし、うん、本当そうですよね、うん、そのまあそのちょっと喉壊されたとかっていうことだったりとか、はい、それを責める人は多分もう今いないと思うんですよ。いないですよね。この間僕ビーズ大好きで、はいはいはい、今でもライブ見に行くんですけど、うん、チケット買って見に行くぐらい好きなんですけど、うん、まあ稲葉さんも一回ネットニュースとかになったんですけど、うん、ちょっと喉が不調だみたいなことが報じられた時があったんですよ、うん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 、そう、でもそのあたりのライブも僕ちょっと拝見させてもらったことがあるんですけど、はいはいはい、もう誰も別にそれに対して、うん、なんていうんですか、どうしたらみたいなことじゃないんですよね、うんうんうん、もうありがとうなんですよ、もうそれでも歌ってくれてありがとうと、うん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 、って感じだから、もう、うん、なんだろう、応援するでもないというか、もう、うん、僕らにとって神だから、はいはい、はい、そうそう、もうな、もう十分もらってるからこっちは、はいはいはい、っていうファンの人たちのムードがあるんですよ、うんうんうん、でこの構図ってすごくて、やっぱ積み重ね、ずっとトップというか、うん、歌を歌うということを発信し続けてきている人たちだから、うんうん、もうもらってる方の人たちはもうなんていうんですか、幸せで満ち溢れてるわけですよ、うんうん、だから喉がどうこうとかっていうことが大きな問題じゃない、うん、
全然ないんですよ。じゃなくて、だから復活してくれたら嬉しいし、うん、復活できな、まあ復活ね、してくれることが僕らにとっても一番嬉しいけど、はいはいはい、なんか、あ、この人たちも人間だったんだって、ようやくここで思わせてくれるみたいな。そうね。もっと早く辞めてく人たちたくさんいるじゃないですか。いるね。で、なんだかわかんないけど、もう辞めますみたいな。別に、はい、体も悪くないのに辞める人もいっぱいいるじゃないですか。いる。で、辞める人生を否定はしないですよ、僕は。まあ、だからね、それぞれが思う限界があるわけですから。限界があるから、それはそれでいいんですけど、うん、はい、でも、僕も一応歌い手の端くれとして思うのは、うん、何十年後かに自分ももしそういう体質的な限界が来るとか、はいはいはい、ちょっとずつ歌えるとか限られたりパフォーマンス限られるような日が来た時に、うん、その日までにちゃんと与えられるだけ、なんていうんですか、見せられるだけのものを全部見せて、うん、おけば、ああいう素晴らしい景色を僕も見ることができるかなっていう希望をもらえるんですよ。うんうんうん、そうですね、うん、だから、まあ、ネタバレになるって言うとあれですけど、MC でおっしゃってました、その、その今まで喉をこうやっちゃってやばいなってなって、うん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 、中止したことなかったから、うん、多分すごくショックでいらっしゃったんだろうなって思いつつ、うんうん、でもこういうことなかったから、はい、実際でもあのスタッフに言われたと、うん、そのローリングストーンズとか、はい、そのわからんエラースミス、その世界的な人たち、はい、みんなあの喉で、うん、中止してるようなこともあると。うん、で、マドンナも、はい、この間2公演、はい、休みました、はい。それ聞いて、あの、自分楽になりました、みたいな話したんですよ。世界、基準が世界なんだっていう。全部世界ツアーやってるから。いや、もう、見てる景色がね、高すぎて、うん。だからそこなん、そこまで思えてないとね。夢がありますよね。で、それを言ってても、はい、おいおいってならないじゃないですか。うんうん、確かに、はい。世界的なロックスター。はい、それはみんなずっと万全な人間ですから、はい、状態をどんだけ気をつけてもなることがある。うんうん、で、矢沢さんもそうなんだ。うん、ああよかった、そう思っていただけてみたいなことになるんですよね、うん、お客さんからの気持ちからしたら、そこまで自分がトップスターになれるっていう、うん、いや今日寝れないな俺。まだ感動しますもんね。感動。番組始まって30分経ちます。で、途中まるちゃん挟みましたけど今。まあまあまああれはあれで、まあまあもう生きるレジェンドですからね。まるちゃんレジェンドです、ね、うん、なかなかいないですからね、うんうん、いやいやいや、すごいですね。いや、すごいですね。それだけ感動できる大倉さんも素敵だとは思いますけどね、僕は。いや、でもやっぱり、僕も、ステージに立たせてもらう立場なので、余計ね、凄さがわかるというか、うおーって、うん、で、もう、だんだんと、体力とかもね、やっぱトレーニングしないと落ちていくわけじゃないですか。そうですね。で、はぁってなってるけど、はぁなんて言ってる場合じゃないと。うん、なんか、まだまだやれるっていうふうに、うん、あの思わせていただけたんで、いや、いいですね。よかったです。70歳になられた方ってそれこそもう高齢者っていう言い方でいいのかな。まあでもそうなりますよね。で、世間的にはそうじゃないですか、うん、でもそういうのを超越してくれるヒーローがいるっていうのはものすごく心強いですよね。心強い。世界の人たちと自分をこう照準を合わせて、うん、あいつらローリングストーンズもこうだったって言って、で、自分はどうだって言ってるっていうところが、うん、ね、その、うん、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい。僕らもそうありたいと思う、素直に思わせてもらいますね。うん。うん、見に行けるかな、俺も。いや、どうにかね。どうにか見に行きたいですけど。いや、さっきネットで見たらもう全部ソールドアウトでした。いや、そりゃそうでしょうね。ね、そりゃそうですよね。はい。今見といた方がいいというか、うん、そういうミュージシャンっていっぱいいますよね。いっぱいいますね。うん、さっきポール・マッカートニーの話もちょっとしたじゃないですか。はいはいはい。僕も見に行ったんですよ、東京ドーム。あ、そうですよね。えー、でもそれが、はい、やっぱ、ワールドツアーを してくれてますけど、もしかしたら、気持ち的にさ、まあ、もう、自分の国だけでいいかなってなるかもしれないじゃないですか、うん、なんか気持ちの変化でね。そうですよね。それはもしかしたらそれはね、あんだけ成功されてる方だから、うん、そこにいい意味をもう見出せなくなったら、うん、しなくていいわけで、うん、でも日本に来てくれるんだから、うん、見とかなきゃってなるよね。うん、なり
ますね。速乾ですもんね、うん、チケットとかもやっぱり。いや、そうですよ。そりゃ。時にね、やっぱなんか、いらっしゃって、もういろいろエピソードあるじゃないですか、ポールさんもね。あるよね。な、人間らしさがもうドームクラスの人たち全員を揺さぶるというか。そう、だって、ポール・マッカートニーも中止してなかったっ。そうそうそう。でね、結構、なんか、聞く話ですよね。そうですよね。なんか、うん、まあ、どういう理由かちょっとわかんないけどね、なんかありましたよね。まあね、そこにこうスターっていう部分と、あ、人間なんだって思う部分とかあったりするんだけど、うん、あれぐらいになればやっぱもうみんなね、見られるだけで嬉しいっていうことになるじゃないですか。そうなんですよ。だから僕、ね、エド・シーランとか、はい、ジャスティン・ビーバーとかが日本に来るときに、はい、大体こう有名な方来られるやつはチケット取ってもらうようにして見に行きたいなと思って、はい、でもどちらも来られなかったんですよ。え？多分エド・シーランは骨折してて、ああ、その見ようと思ったタイミングの時ですか。そう。で、うん、ジャスティン・ビーバーはなんか、うん、なんか分からんけど、なんか、はい、なんかあったんでしょ。はい、で来られないってなって、やばってなって、うん、なんか自分が行きたいんでお願いしますって言ってたライブみんな中止になるから。俺、行かない方がいいんじゃないかなっていうの。勝手にね、俺、はい、俺の存在そんなないけど、はい、薬病神的に、え、全部中止になっていくみたいな。でも、なんかそんだけね、あるんでしょうね。繊細なもんなんでしょうね。なんか、ね、なんかさ、ちょっと調子悪いぐらいでも、うん、いや、もう、ステージ出なきゃみたいな、なんか責任感ある感じしません？うん。なんかそれが、なんか、日本人のその感じなのか、はい、でもそのまあ一方で、はい、ベストなパフォーマンスできないんだったら、はい、ステージに立たない方がいいっていうのも、うん、一個の価値観だし、そうだと思います。でそれをごめんねって、それは理解してって、はい、でも、うん、次は絶対いいパフォーマンスするからっていうのもそうだし、うんうんうん、はい、でも日本人はどっちかっていうと、もうやっちゃえみたいな、うんうんうん、もう出たらどうにかなんだろうみたいなこともあったりするし、うんうん、はい、って思うと、うん、もう僕はもう好きなアーティストの方、うん、任せますって うん、なりました。ああ、来なくても、うん、もう中心したけ行く気満々だったけど、うん、あ、ベストじゃないならしょうがないかと。いや、しんどいのにしなくていい。大倉さんは今体調はどうなんですか。大倉さんご自身のツアー中でいらっしゃるわけじゃないですか。いや、体調いいですよ。全国各地で待ってる方々がね、まあ今は、はい、まだそんだけ、あ、まあいろんな仕事の兼ね合いがあって、はい、そんなめちゃめちゃ暇じゃないですけど、はいはいはい、ライブがこう詰め込まれてる状態ではないので、あ、まだこう大丈夫ですけど、はい、来年に入るとね、おお、このスケジュール大丈夫なのかなとか思いながら、でも自分らでね、やりたいって言い出したことだから、はい、怒涛の1日2公演も含む、そんな喉が潰れてもなんで、でも僕は立ちます、ああ、さっきの話で言うと日本人的な、いや、これはグループの強みかもしれないですね、ああ、そこは助け合いもあり、ごめんって言いながら、いや、安ごめん、丸ごめん、うん、みんなにごめん、村上にごめんとか、うん、横山君にごめん、俺のパート歌ってって言うかもしれない、うん、でも一回中止にさせ、中止というか僕出てないライブあるんですよね、ありましたね、超閉塞で、はい、だからそのどうしても出たいっていう気持ちがあるから、うん、うん、自分はもしかしたらごめんやけどってなるかもしれないですね。いや、体調管理はしていただいて。だから大丈夫です、ずっと飲むヨーグルト飲んでるんです。いいんですか、飲むヨーグルト飲むと。腸内環境。また、また商品名を。あ、いやいや、まあまあ、いろいろありますから。いろんな飲むのは、飲むのはいろいろありますし、ね。はい。飲むのは、ね、はい。はい、そうか。関ジャニ∞のカップリング曲ですね。はい。マイストーリー。